決戦魔王無道もうだから早くない？なんか決戦ってつけてもうたやないか、いよいよ。あ、今度こそ来るのか。はい。夢と現実の話で再び魔王無道との戦いを、なんかもうマスターどこに乗ってんじゃねえかよ。無道を倒して世界の真の姿を取り戻す。まあ、それはいいんすけど。いやー、でもこれは死闘の予感だなー。お待たせしました。お気に入りのチームが登場です。これ地味に好きなんですよね。森蓮の、勇気めっちゃたまるチーム。個人的にこれ好きなんで。動画でも使ったやつですね。よし、これでつばぜりも有利になるぞ。さあ、6のボス BGM に乗せて、やっぱなんか横にいるな、見えるぞ。いたか、切り裂き。レジェンド版をしようか。まあ、ハーゴの時に慣れてるからね。さあ、行ってこい。これよ、疾風の友、新、ハヤブサ切り。はい、よいしょ、もう一回行こう。はい、です。これよ、新、ハヤブサ切り、1、2、3、はい、OK! よこれがいいんだな。これで勇気が一気に加速できるからね。これだよな、問題はやっぱ。さあ、3対3戦いになってる悪夢が怖いところ。とりあえず、ステージの盾は装備してるから、ワンチャンメタれるよ。はい。でしょうな。避けるか、ガード化してほしかったけどね。いやー、これね、ラリフォーマーが面倒くさいところっていうのは、攻撃されても起きづらいんですよ。まあ、ほぼ起きないな、っていうか。炎戦士避けてるけど。なんか炎戦士避けとるけど。まあ、完全にもうレジェンド魔王仕様って感じだな、こうしてみると。なるほどね。まあ、鮮やかな剣技が来る分にはいいですかね。キーザキピエロの怖いのってやっぱりデインなんですよ。やっぱりデインですよ、怖いのって。そのデインの打点と威力がそこそこに高いのがあって、それだよな、削り切られる可能性が。削り切られる可能性の方が怖いかもしれない。さあ、炎戦士だ！うっちぇって言っちゃった。まだいいか。次のターンにつばぜりを仕掛けようか。とりあえず勇気負けするわけにはいかないんで、最悪削り切りかとどめの一撃つばぜりになりますね。いってこーい。はい、 OK、 いいよ。あ、でもこれ1回だな。大丈夫大丈夫、全然大丈夫だよ。これ難しいんだよな。なんかレジェンドクエストの魔王って今まで何回か戦ってきてますけど、勇気がね、溜まりやすい気がする。なんでとどめの一撃つばぜりに持ってくのは、やっぱり不確定要素なのかなっていう感じがあるな。鮮やかな剣技で来る分にはいい。まあまあまあ、最悪それも避けれる可能性あるし、シールこそ硬いしね。とりあえずに、ワンチャンでもね、次のターンに、次のターンにと思ったんですけど、これたまらないですね。この避けは悲しいな。会心も出てないから。そうだよな、これ負け筋だよね。凍てつカード負け筋だよね。ずるくない？ちょっとそれ。ちょっと待って、お前ずるくないかそれ。ちょっと待って、無道お前それずるいよ。正直今思ったけど。それずるくないか今、さらっとお前使いかったけどさ。3体系でお前、一人で、もう凍てつカードずるくないかお前。これはやるしかないか。いきますかね。先ほどは2秒でいきました。そして赤マックス。今度はどうだ、いくぜ。5、4、3、2、ここ。二様式持った私に敵はない。いくぜ。よしよ、いいねいいね。ちょっと自分、ちょっと待って、今日二回ともつばぜりマックスだ。ちょっと待って、俺も今震えてるんだけど。いいよいいよ、これはもらった。これは大丈夫。ただ次のターン。次のターンに何かしら SP 使った方がいいな。次のターンに何かしら SP を出しとくなんで使っといて、使っとってもいいと思うんですけど、こうなると何がいいんだ？とりあえず何でもいいんですよ。とりあえず使ってとどめ突きさえ打てばもう勝ちにはなるんで、回復できるものを使いたいと思います。回復できる。あ、あれしかねえわ。あれしかねえわ。まあでも、さすがに削り切られることはないと思うけど、負け筋がちょっとだけあるとすれば、無道がここから、凍てつカードを連打するってことになるんですよ。さすがにそんなバカな話ないでしょ。さすがにそんなバカな話じゃないと思うけど、
さあ、ミラクルソウルでちょこっとね、与えつつちょこっと回復するっていうね、地味な技ですけど、使いどころで強いんですよ。大会のとかでもね、使ってる、うまく使ってる人見たことあるからね。旋風拳いい打点ねんじゃん。さあ、勇気が溜まりました。ここから武道の凍てつか道の卓、おお、シールドコツを受けるんか、お前。まあ、回数 5%、8% だったらいけるか。ちょっと怖いのは武道だな。さあ、デイン撃ってくる。これデインが炎の戦士が280か。まあでも雷弱点入れてこなくてよかったですよ。メタルハンターの時代はおじゃんですよ、これ。さあ、盾無双して。いや、あんまり早く動くとね、武道が高校行って走った時に自利品になるんだよね。おお。あー、動いちゃうか。これね、武道がいて使うとかどうしようかなってなってるけど。ちょっと怖いな、それ。それ負け筋だよね。小さくくん動けるね。さあ、武道。オッケー勝った。いやー、メラゾーマ撃ってくるか。いや、ずるくない君。レジェンド魔王でもあんなにクソ強かったのにさ、俺らの友人がさ、あんな、うぅ危なかったね。え、レジェンド魔王の時もさ、なんかさ、俺たちが遊んどった時にもさ、最強最強で、お前めっちゃ強かったのよ。正直やばい。レジェンド魔王のカードも相手してるみたいだったらな。いや、でも、一手扱われたらめっちゃ強いよ。それは反則だわ。真実の自分、おお、なんかかっこいい、かっこいいぞ、真実の自分だって。救急車走ってる、聞こえる？トルッカか。やっぱちょっと飛ぶのね。魔王を倒してなお幻の大地を舞台に自分探し、あ、そうだね。で、勇者レックと君たちはモンスターと戦いながら世界の真実に、あ、うん、雑魚戦だな、これ。あ、これ雑魚戦だな。ライフゴット ライフゴットだけど、あれなんで勇気、右下勇気溜まってんだ。ん、なんだこの勇気。ちょっとなんか勇気もらえてる。なんだこれ。さあ、さっきなんかちょっと勇気が溜まってるような気がするんですけど。え、そんなことある？あ、溜まってないわ。え、なんだったんだ、さっき。え、さっきの見たのは幻か。幻だったのか。なんかさっき勇気50ぐらい溜まってたけど。元に戻ってたわ。まあ、なんか筐体でもあったけどさ、そういうバグ。おめえずりーぞって言ってたな。なんか筐体でさ、なんかちょっとだけなんかバグで、筐体も結構バグがあって、大会の時とか対人の時に。バグがあって、お前それずりーぞーみたいになってたな、そういやな。てか、地味にずっしょうまるとかいんのかよ。うおーん。雷神派でまさかのそういうことするか。いやー、てか、HP 高えな。HP 3000超えか。なんだてめえは。なんだてめえは。もう一体誰かよくわかんないけど、レッツロンドリュー。ボーンファイターの色違いだな。さあ、ジャミ。これね、ジャミのメラミで打点取って、まあ、ずっしょうまで弱点取れるじゃん。てか、400出してこう。400! 380、400弱。あ、お前そいつ撃つのね。ずっしょうまで撃ってほしかった。お、なんだよ、こいつ、追撃。なんだ、追撃って。なんやねん、追撃って、お前。要は砲撃なんやろ。おっと、ナイス。要は砲撃ですね。まさかのコンパチがいるとは。いやー、でもまあ、ここでダッシュなら、さっき動けなかったら恨みを晴らしてもらいたい。でも地味にもう新規がパッと見2匹にな、もうコンパチに驚くなったら、開始でしょ。はい、よいしょー、ナイスナイス。はい、ナイス。なんだよ、真ん中のやつ。おい、ナイス。いやー、めちゃくちゃ動けるぞ、今回。やるじゃん、今回、みんな。いいよ、いいよ。さあ、メラミでとりあえず打点取って、ずしを丸とさっきの、なんか、魔王使いか。魔王使いだと思うけど、魔王使い、ボンファイター?ほいに打点取れるのはでかいっすね。メラミ強え。おっと、相手の攻撃。さあ、メタルウェッジ。なに?メタルウェッジ?なに?メタル特攻?まさか。この時代からメタル特攻が。メタルウェッジって書いてある。すげえな。とりあえず打点は取れてるから、普通に削り切るか、あ、待てよ。あ、いや、無理だな。雷神派と、ダケチ、あー、状態値をひるませるか、打点を取るか、ちょっとね、怪しいとこですね。エレメントソード。ま、マルチじゃないよね。シングルエレメントソード。よう避けますね。よう避けますわ、今日は。今日はよう、避けますわ。やるね、今日みんな。やるよ、今日みんないい調子。俺もいい調子だしね。いいよ、俺もいい調子だし。中本さんもいい感じ。続いてけ。
シャダルこれ安定して立てんでるから大丈夫だよ。うん、図書までに聞いてないけど。さあ、行ってこい。今日のお前らは持ってるよ。なるほどね。はい。あ、オッケー。いいよ。あ、いい打点、いい打点。へえ、あんまり打撃には強くないのか。メタルエッジ。いや、でもちょっと負けすぎやんな。基本的には HP 的には余裕あるけど。はい、ナイス!うおうおちょっと待って、今日避けすぎじゃないか。俺に逆転補正来たか。いよいよこのゲーム逆転補正来たか、俺に。俺に来たか、逆転補正な。ナイスガード!勇者の盾でガードするか。いいよ、いいよ、いいよ。サミナリ剣。はい、OK! ナイス!よう避けますわ、ちょっとあなたたち。皆さんよう避けますね、ちょっと。まあ、普通にもうビッグバンでご利用せるね。ここまで来るなら。次のターンにどうせ勇気も溜まるし、ビッグバンでご利用せるし、もう盤石の体勢ですね。いや、正直避けすぎなんだよな。大丈夫?この後なんかさ、何でも避けずにそのまま死にましたとかない?大丈夫?君たちちょっとここで全力使いすぎじゃない?行くぜ、ビッグバン!行くぜ!ほい!さあ、もう誰か動いて勝ちよ。なるほどね。メタルエッジ。メタル誰もいないぞ、こっちのパーティー。残念だけど。すまんかったな。いやー大丈夫、大丈夫、大丈夫。普通に。来たメスタスロデオクラッシュ、はい、はい、はい、来たはい、うわ意外と頑張ってるのね、こいつ。力450しかなかったもん。いいかな。強さを求めて、強さが欲しいか。何ですか、強さを求めてって。なんか、6人いたな、そんなやつ。強さ求め始めたぞ、いよいよ。ガンディの、飛んだ結構飛んだな。ついに本当の自分を取り戻した。あ、そうか。取り戻したね。うん、さっきの街で。天空の装備をその身にまとい、ヘルクラウド、え、まさか、え、待って、まさか、ヘルクラウド来る。さ、敵は何でしょうか。3800で3体系、あ、雑魚か、あ、雑魚系統か。え、勇気がある、え、敵に勇気がある。あ、でも溜まってない。あ、モンスターモンスターが溜まってねえのか。なんだなんだ、俺にはちょっと見えなかったけど、私には。はい、いい打点だ、いい打点出んな、やっぱ気候弾。いるちょっと待って、待って、待って、ちょっと待って、ちょっと展開について、ちょっとなんかいる、人いる、皆さん、人います、人がいます、人がいるんだけどね、あそこ人いるんだけど、真ん中人いるけど、え、人いるけど真ん中、ちょっと人いるますけど、ちょっとどういうことですか、これキラマジンガでしょ、あなた色的にキラマジンガ。はい、オッケー。いや、打点出んなちょっと待ってあ、なんだキラマジンガと、あー、そうだな、モダッシュの方がいいか。なに、キラーマジンガ、バトルレックス。あんた、テリーだろ。ちょっと待って、ドラゴン切りまずい。かっこいい。あ、いや、そういうこと。あ、待って、これやばい。これやばいか、え、これやばくね、え、まさか、ちょっと待って、テリーモンスターにされてる。え、ちょっと待って、ちょっと予想で、もうヘルクラウド出てもおかしくねえな、まださ、ヘルクラウドよりやばいの出てきたぞ。正直、ヘルクラウドよりやばいの出てきたぞ。え、人なんでお前カードで出れなかったの、いい打点だよ、麻痺してこうか。はい、オッケー、スキャバトルは麻痺らないんだよね、君。でも、待って、このバトル X 強えな。あ、ナイス、よいしょ、いいよ、いいよ。いいよ、それマジでいいよ。その受けマジででかい。で、気候弾にとりあえず打点取るはいいけど、これどうだろう。ない。あ、ドラゴンシール持ってる。ドラゴンシール持ってるわ、あいつ。いやー、テリー。雷鳴拳。何それ。てか、お前、レジェンドヒーローでそれ出たらめっちゃ強かったじゃん、じゃあ、お前。かっこいい。あ、いいね。あ、いいね。さーてと、テリーって分かった以上は、させてもらいましょうか。テリー、お前絶対これ聞くだろ。お姉さんのマラスに、用意しよう。はい寝るんかい。子守歌かなんかかな、子守歌かなんかなのかな
いやでもガードはするのね。まあここ眠ってるでしょ。はいはいはい。てかマジンガンも寝るの。マジンガンなんで寝んの。マジンガンが寝る理由はよくわかんねえわ。アルミナ、ナイスアルミナちゃん、いいよいいよ。さあこれ、はい、いきます、毒手いきます、毒の手いきます。何してんだよ。でも次のターンまで耐えればとどめで勝てるからね。10、大丈夫、次のターン耐えればとどめで勝ちだから。輝く息、うん、輝く息、おうおう。眠っている。テリーや、やっぱり、やっぱりお前テリーなのか。まあ確実に当てていいと思う。もう勇気で勝てるし、1800を一旦で削られない限り勝ち。今回めちゃくちゃ回避してくれたんでかいっすね。キラーマジンガとキラーマジンガとテリーの攻撃を、まあね、キラリカ君が受けてるのはでかい。おっと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 、それはキラーマシン2のモーションだ。それはキラーマシン2のモーションだ。ああ、まあまあまあ結構食らうね。まあ大丈夫大丈夫、確実にもう勇気ためて勝てばいいだけだ。アルメちゃん大丈夫、もういいよ、肩の力抜いて。はい、せーの、あ、二足復活、ナイス。てかお前レジェンドヒーローそのまま出れたんじゃねえか。キラリカ君避けますね、あなた今日。キラリカ君今日ちょっとあなた結構避けますね。猛ダッシュ打っていいよ。まあ、まあ、どうだ、気候弾で剣内入ってるな、気候弾の剣内、これとどめたなくても勝てるな。はいはい、おっとミス。おっとミスですか、そうですか、あ、そうですか、テリーさん。テリーさん、このゲームでも弱いんですか、あなた。いや、敵の時は強いんだよ。多分、その雷鳴の剣を起こしな、とりあえず。あー、結構強い。その雷鳴の剣を起こせよ、とりあえず。お前、お前、倉庫番な。お前、荷物持ち係な。じゃあ、お姉さん、お願いします。でしょうな。まあ、ここに来るのはミレイユでしょう。わからずの弟にちょっとわからせてあげてくださいよ。分からせるために残り HP75 だぞ相手。さあミレイユが呼び出すのは、マスタードラゴン召喚、行くぜマスタードラゴン。ミレイユちょっとこれひどいな、75の弟のためにマスタードラゴンで炎のブザー剥げおる、こいつなんつう姉さんや。こうは、あーあーあーあ、もうこれは浮かばれねえわ。